ジム行ってきました。今日はなんかちょっと涼しいですかね。天気悪くてちょっとブラブラしてきますよ。天気悪いけど雨降るまでに行ってきます。これはセブンイレブンの台湾まぜそばですね。これを行ってみます。昨日のあれが余ったんですよね。タコライスの上のやつが。なので台湾まぜそばでちょっと再利用しようかと思います。できました。台湾まぜそばですね。ちょっとアレンジして昨日の、タコライスの上を乗っけたんですよね。あとニラですかね。これセブンイレブンのやつです。これを行ってみたいと思います。台湾まぜそばです。黒ラベル今日は行きます。美味しいですね。じゃあこの台湾までとかセブンイレブンのやつですね。いってみます。いきます。うまい。魚粉の味が結構しますね。めっちゃうまい。うん、美味しいですね。昨日のですねタコライスの余りを使ってみたんでそれと一緒にいってみます。いただきます。合いますね、結構。じゃあこれ完全に混ぜます。今日は温玉じゃなくて普通に生卵の卵黄を入れてますね。ガンガン混ぜますよ。じゃあ混ぜたままいきます。あ、うまっ。混ぜ麺はね食べたくなりますよ。まあパスタですけどね、言ってみると。うまっ。めちゃくちゃ濃厚ですね。うん、最高ですよ。ちょっとね辛い感じがいいんですよね。ハマりますね。じゃあ最後にいきます。いやこれ絶対ビールに合う。うまいです。やっぱり今日はなんか天気悪いですね。雨ですよね。雨降るみたいなこと言ってたんで、で明日完全に雨なんですよね。まあ雨降るってことは多分じゃあみんな今日は早く帰ってくるってことで104日をね見るんじゃないかなと思っておりますけどね。 WBC もね今日はありませんしね。金曜ロードショーはなんかアルマゲドンらしいのであんま関係ない気がするんで、まあ心置きなく実力でね今日の視聴率が出るのかな。最終回ですよね。まあ僕もしっかりシュガーもまあ長めにあんのかなとか鳥も終わってるでしょうから、ね、104日の磯山 P が言ってるところが面白いのがいくつかでそこを見ますけど、この松山ケンイチさんが直樹に乗り移るしが印象的ですがっていうのがあって、これ一回タケル君が全部一回やるって言ってるんですね。それを見て松ケンさんがやると。だからうまいんですよね。一回しか見てないのにすごいなっていつも思ってます。あそこすごく似てたねと言ったら、あれは多分タケル君がわざとそこを強めにやってくれたんだと思います。二人の間に信頼関係もあります。役者同士のプロの技が繰り広げられていますっていうね。あのシーンってすごいじゃないですか。もう松健さんが本当にタケル君みたいになると、特徴とか癖をよく捉えてるなと思うんですけど、まあ、そこにはタケル君が一回演技して見せてっていう、なんかそういう影の努力があったんですよね。これも面白いですね。で、まあ、あと、今気になるのが最終回、今日がどんな終わり方になるかですかね。ハッピーエンドになるかどうなのかっていうことなんですけど、ハッピーエンドなんじゃないかなっていうところがあるんですよね。ここですかね。3人が起こす奇跡とはというところに注目してほしいです。視聴者の方が暗い気分にならないで終わるはずと思っていますけど、SNS 上では絶対にハッピーエンドじゃないって言われていますよね。まあ、死んでますからね。でもよく結婚して終わるドラマもありますが、結婚してもその後に離婚することだってよくありますよね。そのピリオドをどこで打つのか。このドラマのエンディングはここだと我々が思って作っています。そこで視聴者の皆さんがハッピーだと感じてくれたらいいなと思います。そもそも2人はロスタイムを与えているんですと。だからロスタイムなんですね、あれね。今ね、生きてるのはね。今生きてるんですか。なんか最終回にあの現れたらロスタイムってことなんですね。死は突然訪れたけど、普通ならそのままお別れになっちゃったところ、ちゃんとお別れができている。
未練や後ろ髪を引かれることなく前向きに生きていけるように終われたらいいなと、そのピリオドを打つ、どう打つのかをご期待くださいということなんで、まあなんか僕はちょっと僕が思ってるようなハッピーエンドになるんじゃないかなみたいな。結局生き返るとかそういうんじゃなくて、幽霊をやっぱり成仏するのがハッピーエンド。そして残された人はそれを受け入れて前向きに生きることがハッピーエンド。まあ、その猶予期間であれがある。っていうのが僕は予想してるハッピーエンドなんですよね。そういうふうなことを言ってるのかなと僕はこれを見て感じますけどね。まあ、生き返るのはもちろん望む方もいっぱいいるんでしょうけど、僕はなんかそっちがハッピーエンドじゃないような気もしてます。なんかプチ情報で、そう、視聴者の方から LINE が来たので、こいつ図も最終回は3月17だったらしいですね。火曜日で3月17だったらしいですね、あの日はね。今回は金曜日で3月17らしいです。まあ、奇遇みたいな感じですけどね。まあ、いつまでもでもやっぱり、たけるくんが TBS に出るってなると、こいつと比較されちゃうっていうところはあるのかな、なんていうふうに思いますが。まあ、とにかく、今日はラストで、ちょっと寂しいし、ロスになるんだろうなって感じもあるので、感想も交えつつ見たと、皆さんの感想とかもあって、少しずつ、少しね、長くね、このドラマを語り合えれば嬉しいな、なんていうふうに、なんていうふうに僕は思ったりして、俺次第でございます。じゃあ、後ほど。今日はジムの後に焼き鳥でちょこっと飲んで帰ります。